モクレレ航空はアメリカ合衆国の航空会社。同じくハワイ州を拠点としているゴーと共に共同持ち株会社ゴー・モクレレ航空の参加にある1998年に開業した。現在は共同持ち株会社のゴー・モクレレ参加の航空会社としてハワイ州ホノルル市にあるホノルル国際空港をハブ空港としハワイ州内のハワイ島。 マウイ島などを結ぶインターアイランド路線を運行している。なお、モクレレとはハワイ語で飛行機の意味である。エンブラエル1701998年にカウェイ・ヒーナワによりモクレレエアサービスとして設立された。2005年にボイヤー・インダストリーズ参加に入り、メサ航空によって運行されている格安航空会社のゴーと提携しゴーエキスプレスのブランド名で 自社のセスナグランドキャラバン機により、カパルアとモロカイ島、ラナイ、ホノルルを結ぶ便を開設した。2008年3月31日に起きたアロハ航空の全便運航中止と解体を受けて、Z 機による高頻度運航への参入を模索し、同年10月にはリパブリック航空と提携し、同社参加のリパブリックシャトルアメリカのエンブラエル170型機により、 インターアイランド路線の運行を開始した。2008年10月には、シアトルを本拠に運行するアラスカ航空と、カナダのウェストジェット航空とパートナーシップ契約を結ぶことを発表し、両社とコードシェア運行を行うとともに、マイレージ付与などのサービスも行っている。2009年10月には、リパブリック航空とメサ航空が協議を行った結果、 両社の参加のモクレレ航空と g が共同持ち株会社 Go モクレレを設立し同社の参加に入ることが発表された。現在は両社のウェブサイト上で Go モクレレのブランドで展開している。ありがとうございます。